現在46歳、年収約600万円程度、国家公務員行政職、結婚歴なし、独身男です。子供が欲しくなり、結婚を考えるようになりました。メタボムなので、見た目を良くするためにダイエットをして1ヶ月5キロ痩せました。お、すごいですね。ダイエットを子供は続けるとして、30歳以下の女性との結婚を目指すには、ひろゆきさんなら今後どういう戦略を取りますか？女性は日本人が良いですが、外国人でも OK です。無理なら年齢の幅を広げることも可能です。どうかアドバイスをお願いします。痩せなくても結婚できると思いますよ。普通にもう出会い系サイトとかで、でも30歳以下、30歳以下でブサイクでも良ければ、いくらでも捕まります。なので、年収600万で、写真適当に加工して、独身ですっていうので、デートに、とりあえず持ち込んでください。で、ある程度その顔で引っかかる人だと、おいおい顔全然違うじゃんってなるかもしれないですけど、ただ、年収600万独身っていうカードはめちゃめちゃ強いので、その働かないで暮らしたいっていう人であれば結構いけると思うんですよ。で、20代だとまだ相手選べるって思ってる女性多いんですけど、30になるとそこそこ諦めてる人がいるんですよ。もうちょっと諦めるしかないかな、みたいな。っていうその妥協枠の人だと、もう自分が働かなくていいっていうだけで、もう全然 OK っすって認めるので、なんで出会い系登録しちゃってください。別に頑張って痩せなくてもいけると思います。某婚活アプリから会社の免許証データ等が流出しました。自分の免許証の写真も流出しそうです。この場合何かした方がいいことありますか？とりあえず何か起こるまでも何もできることはないですかね。ひとまず裁判やると思うので、訴える側に入っておいた方がいいと思います。そうすると、要は、被害がないですっていうために、あなたの免許証とかが他のサイトに上がってたりとか、どっかで見つけたときに、その相手のその流出した会社が一生懸命削除すると思うんですよ。要は裁判の相手のパソコンに出てると、ほら、ここにあるから俺はこんな損害があるんだっていう、裁判の時に損害が増えるんですよ。なので一生懸命消すと思うんですよ。でも、裁判の原告になってないと後回しになる可能性があるんですよね。なので、原告側に入って訴えるっていうのをやると、相手の人が頑張って証拠を消そうとするんじゃないでしょうか。なので、裁判の結果はさっさと出すんじゃなくて、長引かせれば長引かせるほど、その間ずっと一生懸命削除作業を相手の会社がしてくれるのと、あと、ある程度長引くと、もう一般のそのネットユーザーも飽きちゃうので、拾った個人情報をアップしたりとかしないんですよね。その最初の半年とか1年ぐらい、なんか拾ったネット情報面白いからアップする人とか出てくるんですけど、まあ、2、3回やると飽きてやらなくなるんですよ。なので裁判長めにしとくと、その間にネット上のものを全部削除されて、お金ももらえてハッピーエンドって感じになるかもしれないので。アラサー女です。付き合ってる相手から好きかわからないって言われてしまいました。これはもう別れるしかないんでしょうか？そうですね。基本付き合ってる相手から嫌いですっていうのは絶対言わないんですよ。で、別れたいっていうと多分揉めるだろうなっていうのがあるので、その好きか嫌いかは、その好きかどうかわからないみたいなこう微妙なことを言って、だんだん距離を取っていこうっていうのなので、もう相手は別れる気満々だと思います。で、その別れる気満々だけど、傷つけないようにすればどうやって傷つけないように別れられるだろうって試行錯誤してる段階だと思うので、もう多分僕に5000円払ってもらってるのもなんなんですけど、別れたくないっていうのが多分どこかにあるんだと思うんですよね。でも、残念ながらもう時間の問題だと思います。28歳女性です。9歳年下の学生の男の子を好きになってしまいました。まともな大人は未成年を相手にしたりしないというツイッターで流れていた文が頭から離れません。まともな大人として始まる前に諦めた方がいいでしょうか？ひろゆきさんの意見を教えてください。19歳なら、今年中に20歳になるので何の問題もないんじゃないですか。まともな大人とは何ぞやって話なんですけど、その戦国時代織田信長とか10代の男の子にめちゃめちゃ手出してたので、なので、戦国時代においてまともな大人ってむしろ未成年の男の子に手を出すがまともだったんですよ。で、まともとは何ぞやって文化の問題なので、で別に20歳超えれば何の問題もないので、1年間だけその手出さないようにして、20歳になったら好き放題手出してください。29歳年収1500万円女です。年収1500万円の女です。すいません。プロポーズされましたが、結婚に抵抗があり、彼は好きですが、私の優先順位は家族、仕事、彼の順番です。抵抗のある原因は家族との時間を大切にしたい。仕事を法人化させたい。お金は家族に残したい。籍を入れると、資格やカードなど登録面倒と思います。仕事無理しなくていいよ。株なんていらないというと、彼は年収350円や価値観が違います。返事はゆっくりで、今でなくてもいいし、合わせる事実婚でもいいと。結婚しておくべき。事実婚でいいんじゃないですか。いや、事実婚でいいって言ってるなら、事実婚でいいんじゃないですか。
なんで相手が事実婚でいいって言ってるのに結婚しようとしてんの？結婚したいの？したくないんでしょ？相手が結、その、あなたが結婚したいっていうのならわかるけど、あなたは結婚したくないです。相手は事実婚でいいですって言ったらもう事実婚でいいじゃん。結婚する必要ないじゃん。っていうのがなんか、その2440円払わなくても答えはもう常に書いてある気がしました。25歳女性看護師です。職場の30代前半男性介護士、バイツイチ小文字、かっこ養育士、支払い中、実家暮らしを好きになりました。どうしても付き合いたいのですが、どうアプローチするのが効果的ですか？二人にきりになるタイミングはあるけど、どう距離を詰めればいいか分かりません。飯行きたいって言えばいいんじゃないですか？なんかランチとかで、昼飯一緒に行きませんかとか、誘う理由がないのであれば、ちょっと大食い系の店、二郎に行きたいとか言ってみてください。要は女性の友達とは行きづらいと。二郎という店があるらしいけど、一回行きたいんだけど、誰も一緒に行ってくれないと。で、男性であれば、二郎行きたいよって言ったら、ああ、もういいよ、別にっていうので行ってくれるので、なので、誘うための客観的理由をちょっと二郎っていうので言ってみてください。二郎食いたくなくても食ってください。食ってみると結構美味しいですよ。30代男性、彼女と同棲中、同棲開始までは何事もなかったが、いざ住むと結婚に対する執着と他の女性、かっこ恋愛関係全くなしに対する嫉妬心が異常で、上記をした言動がたびたびあり耐えられません。結婚は厳しいと思い、何とか別れ話を起こりましたが、別れたら死ぬなどと言われ、会話が成立せず、このまま相手を捨てて黙って出ていくか、悩んでますが、日常的には明るい性格で裏のある人ではないので、いざ出ていくことを考えると雰囲気がつきません。何か助言をお願いいたします。30代で、彼女も30代だとしたら、本当に早く出てった方がいいですよ。まあ、今であれば他の人見つけて子供を育てて結婚できるかもしれないですけど、32、3とかで別れると、多分一生付きまとわれますよ。なので、もう、まあ、性格が良くなったら付き合いたいなとか、その改善の余地があるかなと思ってるんだったら、そのまあ、何度か改善をさせて、その生活を続けるっていうのもいいかもしれないですけど、いかに別れるかっていうのを考えるのであれば、もう秒で逃げた方がいいですよ。なので相手名義なんで夜逃げしてください。こんにちは、27歳女です。友人との関係を断ちたいです。9個上、出会った当初、自分が10代、彼女の強い希望で出先での支払いをほとんど彼女持ち。しかし、あの子に何万使った私がやると何もできないよと不意調。横柄な態度、1日に100件近い雑談ない。さらに明らかにうつ病と思われる言動が目立つ限界です。恩義があることと自殺したらという判断、今一歩踏み切れません。アドバイス期待深いです。今すぐ LINE をブロックしてください。はい。結局のところ、まあ、お世話になってるというのは事実ですと。で、その精神不安定っていうのも事実ですと。ただ、そういう人に限って、結構昆布さんみたいな人いっぱい抱えてたりするんですよ。で、多分、だんだんそういう人減っていきます。要はそのめんどくせえっていうので。で、最後の一人になると、多分めちゃくちゃ重くなるんですよ。なので、切るんなら早めがいいです。要は昆布さんが切っても、他に頼り先があると、その他の先に行くじゃない、その頼り先に行くじゃないですか。なので、切るなら早ければ早いほどいいです。下手に引っ張ると、本当に最後の人になっちゃうので、要は自分が切っても誰もいないみたいになっちゃうと、本当にその自殺の原因になっちゃうかもしれないので。なので、1秒でも早くブロックしてください。おばが仕事をせず、祖父の貯蓄で贅沢をしながら子供と10年間生活し、ついに貯金を使い切ってしまいました。祖父母実の父とも、おば親子を養うほどの余裕がなく、生活保護はおばに拒まれました。祖父母への説得も無意に終わり、年金を浪費する現状ままで、改善を諦め、私自身が被害を被らないために行動したいです。今後起こり得るトラブルや対策があれば、お答えいただけると幸いです。よろしくお願いします。一緒に住んでるわけじゃないですよね。なので、もうさっさと、離れて縁切っちゃった方がいいと思いますよ。まあ、別に連絡を取る分にはいいんですけど、一緒に住んでたりすると、勝手に借金しちゃったりするんですよね。で、勝手に借金して、要は家が一緒だと、借金取りが家のものを勝手に持ってっちゃうっていうのがあるんですよ。いや、おばが勝手に住んでるだけなんだよって言っても、それが通らなくて、勝手に持ってかれちゃって、持ってかれたものを自分が請求するみたいなことにならなきゃいけなくなるので、でもし生活が一緒であれば離れた方がいいです。で、その生活保護には取りたくないっていうのであれば、もうそれはご自身のプライドの問題なので好きにすればって話で、もしおばさんの子供がかわいそうって、祖父母貯蓄で子供と10年間。なので、おばさんの子供がかわいそうだとしたら子供だけ助けてください。でもおばさんは別にご自身で生活保護を拒むのであれば、それは自分の何とかするっていうことなので、そこは何とかしてもらえばいいんじゃないですか。
高卒20歳女です。10年間摂食障害かっこ過食嘔吐、脱毛症です。大学で上京しましたが体調を崩し中退しました。食費や医療費にかかお金がかかるので夜食をしています。両親には心配をかけ続けているため就職したいのですが、高卒で給料も低いと思うのでとても生活が厳しいです。実家には参りたくありません。どう生きているがいいのか分かりません。アドバイスお願いします。孤独で辛いです。過食にお金がかかってるので、小麦粉を調理するっていう癖を作ってください。基本的にその小麦粉系調理で、まあ、お好み焼きとかでもいいんですけど、小麦粉に熱を通して食べる系のものって、お腹膨れるんですけど、めっちゃ安いんですよ。なので、そのなんか味の文句とか言うな。ひとまずその小麦粉でパンのようなものを作るとか、くず野菜でお好み焼きのようなものを作るとか、うどんのようなものを作るとか、すいとんのようなものを作るとか、ひとまず小麦粉で何かを作る系っていうのをマスターして、食っては吐き、食っては吐きっていうのを安い値段でやってください。っていうその過食のためにそのお金がかかるっていうのがあるので、で結果としてお金が足りないよねっていうので、その夜食もして忙しくなるっていうのがあるので、まずコストを下げてください。でコストを下げればそのお金の問題が減るので、じゃあ夜食減らしてもいいよねと、その夜勤減らしてもいいよねみたいなので、その要はストレスが溜まるから過食をしなければならない。で、過食をするからお金が足りないってなるので、まずお金が足りないっていう状況だけ解決すると、その夜勤をしなくても良くなる可能性があるんですよね。なので、そのお金がかかる生活をやめるとか、何らかのストレスがかかるのをやめるとか、彼氏を作るとかっていうので、その何か生活をそのコストがかからない方向に変えてみてください。その、まかないのある系の飲食で働いている彼氏とかするといいですよね。僕が友達がピザ屋で働いてたんですけど、で、なんかその、ピザ屋の閉店の時の締めを担当だったので、店閉める時にピザ持ってきてくれるっていうのがあったんですよね、その友達が。なので、その友達に遊びに行くとピザ食えるっていうのがあって、で、あとまあ僕がその前にも言ったんですけど、スーパーでバイトしてる時に、その、賞味期限切れのその惣菜とかかっぱらってきたんで、なので割と僕の周りの友達はその惣菜で酒を飲むってやってたんですけど、なのでそういう感じでその物かっぱらえる系の仕事についてる友達が彼氏を作ると食費安く済むので、そういう彼氏とかを作るといいんじゃないでしょうか。